はい、皆さんこんにちは、ワドです。今日は2018年6月の25日14時34分です。皆さん、ダンカン塾の会場に向かいましょう。準備 OK です。よいしょ、行きますか。コメント見えてるよ。コメントつか、映像と音声問題なければ教えてください。あー、いい天気だな。おい、暑っ。何これ、夏暑っ。今日最悪、こんな暑いの今日。めちゃくちゃ暑いじゃん。最悪だわ、夏嫌いなんだよな俺。いや、びっくりだわ、暑っ。 OK、 ありがとう。靴をね、行きましょうね。暑いね、ミキさん、やばいわ今日。名人常夏だね。じゃあ今日髪型オールバックですね。珍しく、やっぱり晴れの舞台なのでね、ちょっと決めてみました。ハゲは隠さないスタイルです、僕は。 32.5 度か、やばいね。じゃ行きましょう。よいしょ、行こうね。暑っ。はい、ワドツーなーちゃん、行きましょう。暑いな。お散歩ですね。散歩、19時からだね、ダンカン塾は。19時から歩きたこうさんのチャンネルでやりますんで、よろしくお願いします。夏に一番苦手だわ俺、夏一番苦手。いや、バレちゃわないって。俺ツイッター見てごらん、俺の住所公開してるから。俺生主何年やってると思ってんのよ。5年目だよ、とっくにバレてるから。 Google で和道住所ってやったら一発で出てくるから、隠す必要がない。もう開き直ってるから。あれだから、もうアンチも特定とかしないから、ググれば出てくるから。だからジュースとか贈り物届くよ。夏なんでスイカとかいろいろ届く。ギフトが届いてくる。ウェブカメとか食い物とかね、カップラーメンとか。カップラーメンあんま食わないから送ってこないか。なんかこうご当地の美味しいもんとか送られてくるね。声は大丈夫、聞こえる？声のボリューム OK かな。暑いな、聞こえる？ OK、 ありがとう。ここ安いんだよ、リサイクルショップ。ソファーもここで買った、2000円で買ったよ。暑いね。あ、でも風があるからいいな、涼しいな。風が救いだな、首痛い。あ、T シャツご注文いただいた方ありがとうございました。あの LINE と DM で T シャツ絶好調で、あの売れてます。まだね、10着以上余ってるんで、お早めにお問い合わせください。 T シャツ5000円でこの T シャツ販売中です。
いや、どんな風になるのか分かんないから、本番はすげー楽しみだよ。すっげー楽しみ。どうなるんだろうね。俺も予想、想定できないよ。全く想定外。暑いな今日は。タンカーさんの面白いよね。19時、そうそう、おはよう。でももう俺は前乗りして、ちょっと会場リスナーさんと温めておこうかなと思って。やっぱ多分生主が一番緊張してるから、俺がそれほぐす係だから、ちょっとリスナーさんと会場を温めておこうっていう、そんな感覚ですね。ありがとう。今日は僕も裏方の仕事がいっぱいあるんで、ちょっとね音声ミュートするようなことが多いと思いますが、放送楽しんでください。それやっぱね、ネタバレは面白くないんで、ネタバレがない範囲でね、音だけ切っていくと思います。アドバイザー向いてる。神田川ですよ、神田川。リバーサイドに住んでますから、僕ぐらいふわっちで成功した生主は神田川リバー沿いに住んでますからね。配信っていいでしょ。なかなか住めないよリバーサイドは。いいでしょう、神田川リバー、リブ。ハードスケジュールだよ。俺2日前ぶん殴り合いしたんだぜ。びっくりだよね。こっちは高層ビルですから。一緒にだけど、ナナちゃん、ハートありがとう。デュン。ありがとうございます。はい、ワダツ。亀尾さんいらっしゃい。テレテレテイ、テレテレテイ、テレテテレテ。テレテレテあ、ハートじゃない、花火ありがとう。最近ふわっちゃった方がボケてるね、すいません。花火だったね。金額が違うの、ハートとは違うのだよ。ハートとは、あ、後遺症とかね、ないよないよ。ちょっと言語がもつれてるけど、脳がやっぱちょっとボケてるね。これはもうしょうがない。最終的にはドレさん見たくなるから、すぐ忘れちゃう。5分前に喋ったこと忘れちゃう。あとよく怒鳴ったりする。よくね、放送に向かって怒鳴ることが多くなったら、あ、いよいよパンチもらいすぎたなって思ってください。脳やられてるなって。しかし暑いな。若干腹も減ってはいるんだけどね。暑いね今日は。今回はね、お笑いの捨て頃みたいなもんだからね。お笑いの面白いやつ決定戦だから、これは面白くなりますよ。誰が一番面白いのか見せてもらいましょう。ビビって逃げ出す人もいるんじゃない、ぶるっちゃって。
集とか配信者をうまく活かした企画だなと思いました。まあ配信者がやっぱ企画に入ると、要はなんつうの、プレイヤーが入るとこうなるよね。そうそう、俺が配信者の気持ち分かるから。でこの辺住んでんの、ふう近所。じゃあライフで買い物してんのかな、ご近所さん。俺が知る限りこの辺に住んでんの6人いるね。よく声かけられるよ、おばあだーっつって。西新宿だ、ライフで買い物してんだよ、ライフで。そこで会ったら声かけてね、ステッカー売りつけてあげる、優しくステッカー売りつけてあげる。昼からつうか夜も剥げ上がってますよ、あだつー元気いいね。いや昼から剥げ上がってて夜も剥げ上がってるからね、いつ何時も剥げてますよ。チャームポイント、あそこ安いよね、美味しいのかな、食べたことないんだよね、すごい安いよね、300円ぐらいで売ってんの、うまいのかな。うわやべえ、文鳥のバッグ売ってる、やべえ、文鳥のバッグ欲しい。超かわいい、何ここ、うわー見つけた、マジか、今度行こう。ジョナサンの手前、そうそう、イケメンに見える。